じゃあ行きましょう。後半戦エンジョイの1試合目です。本日はフロンタウン鷺沼です。これはカットをしてなんとか収めて前向いて縦向きます。左、さあ後ろから、これは残ってるラインじゃ勝ってる、大丈夫、左へ送る、血を送って、さあうまく回収したいが取ったの見ましい、さあ溜めて前向いて送りたい、縦に送る、さあ折り返しは血をどう送って、入ってシュート、いやー決めきれなかった、決めきれない、よしよし、左へ持ちます、プレッシャー来るんで右サイド預ける、つっついて、これはビブなし回収です、前向きで、まあ、一旦止めます、持ち直しをして縦送る、これは流れます、サイドから行きました、すぐ始めます、オレンジ前向きます、さあずらして中央を溜めて縦送る、触れるかな、触ってずらして送って、フォア入る、シュート、いやーナイスゴールカバー、ナイスゴールカバー、こう流れでしょう、こう流れでしょう、これは見事にゴールカバー、ナイスゴールカバー、こう流れですよ、いきますよ、さあこう流れ再開、送ります、これもカット、ナイスクリア、足元気をつけてね、怪我だけないように、さあ取ってオレンジ、中央を溜める、うまく引き取って右サイド、右サイドから折り返し中はビジョンスブロックです、さあ溜めて、しかしオレンジ入れ替わり、うまい、前向きます、ブリターン、しかしこれは足元をつっついてオレンジボールになりました、取って左左フリーのスペース、さあどうだ、シュート、いやー決まった、今度は決めます、1点ゲット、真ん中で優勝、さあまずはオレンジ押し込んで1点ゲットです、さあビジョンスは後ろから左へ取って縦オレンジカバー、さあずらして右サイド出たかな、サイドからいきましょうか、狙ってます、うまく入れ替わりたい、なんとか残したかな、残した、さあ取って血を溜めます、さあ動きを見て方を送る、左で送って溜めて、さあ前に抜ける、これを使いたい、触れるかな、キーパー対応、ナイスキーパー、さあキーパーから左受け取って前へちょっと流れた、ちょっと流れた、触って、いやー決まった、ナイスゴール、1点ゲット、キーパー次の番号しましょう、両チームキーパー次の番号します、真ん中でいきましょう、ビマシチーム、ワルビームナッシュチーム真ん中で行きましょう、オッケー、いきますよ、さあ2対0になります、オレンジチームです、止めてうまく突っつきました、オレンジ回収、さあ一旦後ろで引き取って広げる、左から縦送る、さあこれはスペースがあるので前向きたい、さあ取って右サイド送った、いやーなんか受けて、いやーシュート決まらない、シュートが決まらない、右サイドからオレンジチーム押し込みますが決定力が怪しい、さあ取って後ろから縦を送る、カットしたのはオレンジチーム右サイド、さあ押し込みたいぞオレンジチーム、さあ取って溜めて右サイド折り返しはどうか、溜めて送って、これも決まらないな、アイスブロック、こう流れいきましょう、3分経過、残り3分、さあ耐えてカウンター行きたいのはビビなしです、ずらしてうまい、さあ進入して折り返しシュート、いやー打てない、さあ取ったのはカバーしてオレンジです、しかし足元気をつけてね、突っつくの気をつけて、取ったのよし、さあ溜めてずらして左に入るかな、オレンジカバーしてます、持ちます、左へ展開、さあ前に抜ける、これうまく使いたい、縦送る、触るかな、これはキーパーになります、キーパーボールからいきましょう、さあ2対0です、押し上げたいのはビームシーム、長いボールを送って収める、うまいタッチ、さあ血を送りますがオレンジからビームシームが回収して血を、さあ溜めて押し上げたいぞ、さあ一つずらして左サイド、なんとか残すかな、オレンジカバー、右サイド引きつけます、またいで送ったボール流れで欲しい、このタイムでキーパー次の番号しましょう、両チームキーパー次の番号しますよ、いいかな、 OK、 さあ残りは2分弱、右から長いボールどうかな、オレンジカバー、さあ引き取って溜めて縦はブロックです、さあ後ろから中央でドリブルで入ります、溜めます、溜めます、左サイド送る、折り返しはどうかな、ずらしてスイッチしたいが、うまくここで入れ替わる、さあしかしこれも狙ってました、ナイスカット、オレンジうまく当てますがどうかな、これは流れる、サイドから行きましょう、左へシュート、いやーナイスタッチ、キーパーコーナーから行きましょう、サイドから行きましょう、残り1分半を切ってます、さあここで1点ゲットしたビブなしチームですが、オレンジブロック引っかかった、さあなんとか、いやシュート、いや決まった、1点ゲット、ナイスゴール、1点ゲット、これで2対1、いきますよ、さあ残り1分で追い上げます、2対1、広げます、左受け取って前向きたい、一旦後ろ預けます、
さあ長いボールどうかな。これはタッチをします。イブナシボールで再開。残り30ちょい。長いボールは収めれば出たか。惜しい惜しい。裏うまく狙っていきます。ミナチーム。さあオレンジはここからもう1点追加点を狙いに行きたい。引きつけて左へ持って右サイドダイレクトに入った。さあ受け取ってシュート。いやーキーパータッチ。これもキーパータッチです。コーナーから押し込みたいとすぐ入れたいオレンジですが、さあ出したボールはカットをしてうまく剥がして止めて前はどうだ遅れないか。しかしこれは繋がる。繋がった。さあ左サイドドリブル引きつけながら溜める。溜めたボール一つずらして右へ展開。来るので動きを待ちます。さあずらして前か。いや一旦遅れないんでこれを持ちます。さあ狙われてるんでうまく預けたいサポートが欲しいか。しかしこれはないんでオレンジ回収。ビルシが引っ掛けてシュートは焼き場所面。残りカードわずか。左展開うまく止める。さあ狙ってます狙ってます。うまく逃げたいがこれはビルシが回収をして後ろに預けます。さあ押し上げて1点狙いに行きたいビルシーム。うまく引きつけて送ったボールオレンジ回収。さあ取ってやっと足入らなかった。もう一回なし。ナイスキーパー対応残した。さあ残ったボールは足元を気をつけてねオレンジ回収を送りますがこれはカバー。ラストワンプレイしましょう。ラストワンプレイラストワンプレイ。左へ送るナイスカット。これビブなしからいきますよ。ビブなし、はい、いきましょう。さあ2戦目です。エンジョイの2戦目後半の2戦目です。縦を送る受け取って中央預ける。さあ細かいリア続きますがこれはオレンジカバー。送ったボール流れます。欲しい。サイドからビブナシボール。まずは近いところ預けて戻します。受け取ってキーパーに預けます。キーパーから左は収まってうまくつつくつついて縦狙いますがこれは流れてオレンジボール。サイドからオレンジ左はちょっとマイナスかな。なんとか収めます。さあ縦ドリブル勝負か。これはうまく抜けました抜けました抜けました。預けて右が大きい右が大きい。さあ止めて折り返しますがこれサイドって欲しい。ちょっと大きかった。キーパーから再開。左へ受け取ってさあ寄せが早いんでうまくボールをキープしたい。うまく止める。ちょっと足に入りますが持ち直しをして縦入る。抜けて抜けて左に送る。左から折り返しはどうか。これはオレンジブロックです。ブロックしたボールビビオシが返してシュートは決まらない。これはポスト欲しい欲しい。これが流れます。さあまずは1分が経過。浮き球がフォアに入る。ヘディングでいやーナイスゴール。ハイタッチありがとうございます。うまくコーナーからループでヘディング頭つついて1点ゲット。これは綺麗なゴール。まずは1点ゲットビブナシチームです。さあ溜めて左を使います。受け取ってさあ押し上げはどうかな。シュートブロックナイスキーパー。回収したのはビブナシチーム。長いボールナイスカット。おっと引っかかった。取って溜めてシュートをつけたナイスブロック寄せました。オレンジチームナイス対応。左からオレンジです。前持ち運んで押し上げたいがうまくかわす。折り返ししよう。溜めてシュートはどうだ打てない。これは打てなかった。さあ狙われてます。うまく逃げたいビアチーム。さあしっかりとボールをキープしてキーパー預ける。キーパーから右サイド送ります。持って真ん中ちょんと触りたい。触ってこれをうまく当ててビブナシボールです。後ろ狙ってるんで左へもう一回持って真ん中使います。左を経由。さあカットインをしてシュート狙いたいがこれはこぼれたボールビブナシがまだ回収。うまく逃げます。後ろからさあ押し込みたいビブナシチームですが左から一つ持つ。さあ耐えたいオレンジ。シュートは慣れる。キーパー次の番号しましょう。両チームキーパー次の番号します。 OK。 さあ後ろからオレンジです。預けます。持ってうまいかわした。さあ1点返しに行きたいぞ。引きつけて引きつけてシュートコースをうまく上げたい。さあ溜めてずらして前が抜けた。送ってシュート。いやーキーパータッチ。ナイスキーパー。3分経過。さあコーナーから1点返したいオレンジ。送ったボールはヘディングはこれはキーパーやっちゃいや預けます。しかしこれはオレンジカバー。さあうまく抜けるかな。こぼれたボールはキーパーが回収です。縦が光った。危ない危ない危ない。サイドから行きましょう。ビブナシボール預けます。さあ押し上げたいぞビブナシチーム。
引きつけてちょんと出し、左から折り返して後ろ持ちます。持ってずらして逃げました。間右サイド入る。さあ押し上げたいとビデオチーム、しっかりと止める。前を送ります。これは流れてサイドに行きます。ありがとうございます。サイドからオレンジ行きました。さあ1点返しに行きたいオレンジチームです。長いボールはどうかな。これヘディングでカットしますがキーパーが回収、キーパーまで流れました。左からビームなし。さあ追加点取りに行きたいが、これはなんとかボールをキープして、うまいずらして、しかしこれはカット、これ流れます。キーパー次の番号しましょう。先にキーパー次の番号しましょう。キーパーチェンジで最初からいきますよ。 OK、 残り1分半ちょい。さあ後ろから残します。これはブロックです、オレンジ。さあ引き取ってうまく止めるがブロックかな。いやまだオレンジボール。さあ残して後ろ地を使う。前田が一番寄ってきます。縦はカット、ナイスカット。オレンジボール、足元大丈夫？ OK、 さあ出かけましょう。後ろへ。さあうまくずらします。送ったボールはカット、ナイスカット。さあうまく逃げたいとビデオチーム、しかしよ、やっとずれた。いやーシュートが決まらなかった。うまくこぼれ狙いましたが惜しくもこれは決めきれず、キーパーからいきましょう。残りは1分。長いボールです。どうかな、入るぞ。入って落として向かって、やーっと決まらない。これも決まらなかった。ポースト射撃、キーパーからいいボールで、大丈夫。一回止めるよ。大丈夫、入ったでしょ。完全に入ったでしょ。大丈夫。ごめん大丈夫。オッケー、大丈夫。出れるようだと一回出ましょう。落ち着かせて。大丈夫です。完全に入ったね今ね。やば。落ち着いたら一回出ましょう。ごめん、一人助っ人もらっていいですか。一人助っ人もらえる価値から。ビブなしのお願いします。ビブなしのキーパー行きましょうか。ビブなしのキーパー行きましょう。ボールビブなしボールからいきましょうか。後ろからビブなしボールしましょう。 OK、 いきますよ、いきますよ。ラスト1分でいきます。大丈夫、 OK、 大丈夫、勝てなかったね。ちょっと落ち着いてください、はい、さあ後ろからラスト1分でいきますよ。延長1分でいきます。これは流れらしい。さあ取ってフォアに送る、折り返しヘディングがどうかな。これはキーパーが回収。さあキーパーから長いボール、これはブロックをして取って、うまく入れ替わりかな。左に送る、左から止めて、シューターキーパーだよ、ナイスキーパー。送ります、回収。うまく送りますがオレンジが引き取ります、右サイド。さあ引きつけながらうまく前抜ける、折り返し取って、いやー決まった、相手ゲット。これで返します、1対1。真ん中でラストワンプレーしましょう。真ん中でラストワンプレーします。いきますよ、ラストワンプレー。さあ1対1同点になります。ラストワンプレイ。さあ押し上げたいビブナシーム、これは流れるか。もうワンプレイいきましょうか。もうワンプレイいこうか。オレンジもうワンプレイいこう。もうワンプレイいきますよ。オレンジもうワンプレイ取って後ろから。さあ後ろからオレンジチームラストワンプレイ、決勝点決めたい両チーム。右サイド中央を使うが、これは流れるか。さあ後ろから真ん中使います。受け取って間ブロック。さあ回収したのはビビアシです。右サイド預ける、ダイレオレンジカバー、間使う、受け取る。さあ溜めてずらして侵入してシュート、いやー決まった、1点ゲット。開始20秒、いきなり先制、オレンジチーム。真ん中にいましょう。さあ行きましょう。さあまずはオレンジ1点ゲットでゲームが作動。右溜めます、前向きたいがケアがされてる。うまく左預けます。さあ動き直しをして押し上げたいのビームスキーパー預けました。右へ展開、間どうかな、オレンジカバー。さあ取ってずらして、これはオレンジが後ろからフォローです。さあ前から狙ってくるぞ、うまく逃げたい、いや取った。さあ取って溜めて押し上げがある、送って左入った、いやナイスカバー。ヒールでうまく左を使う。さあ押し上げて、さあ広がりもあるぞ。ヤス1枚右を使う、右からシュート、いやー決まったー、ナイスゴール。
これは見事な連携、うまく抜け出して膨らみ作ってそこでもらって1点ゲット。さあ1分で2対0になります。返しに行きたいビームラッシュです。持ちます、左へ、ちょっと流れるかな、これ流れてオレンジボール、左で受け取って、さあランニングがあるぞ。さあしかしこれおとり使って右を使う、右からさあ折り返して中央顔出してます、奥でシュート、いやー決まらない、キーパーからいきましょう、キーパーからいきましょう、これは決めきれなかった。左へビームラッシュ、受け取ってうまい、シュート止めた。さあ押し上げを図りたいぞ、ビブナシーム、縦を送る、送ったボール溜めて一つ回る動きがありますが、うまくつっついてサイドからにします、ビブナシボール、フォアの動きもありますがちょっと出せないか、一旦後ろ使います、左へ持って溜めてずらします。さあ引きつけてうまく送りたい、右からフリックしますが、これはオレンジがしっかりと体を当ててボールをキープです。縦はどうかな、ドリブル仕掛ける、折り返しはキーパー対応、ナイスカット、これ味方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 、さあ取ったのオレンジ、さあしかしうまくこぼれが入ってうまい、ずらした、いやーボール乗った、ボール乗った、なんだか体勢立て直して折り返し中央、ナイスカット、キーパーかき出します、ビームラッシュ続きますが、オレンジカバー、ナイスカバー、引き付け左が短い、取ったのはビームラッシュ、前に送りたい、ドリブル仕掛けるかな、いやうまくカットイン、溜めてシュートはずれた、キーパー次の番号しましょう、両チームキーパー次の番号します、いいかな、左へ受け取って縦を送ります。さあ一つボールを止めて引きつけて左サイド右へ展開、これスイッチします。さあ受け取って回る動き使う、左左からスルーしますがちょっとずれた、これはずれた、うまく連動しましたがちょっとずれた、惜しい惜しい。さあ3分経過、残り3分、中央で引きつけながら右サイド、さあ押し上げを図りたいとビルシーム、一つ止める、左はずれてほしい、さあでかい行きましょう、ボールオレンジ後ろから相手入る、シュート、いやー決まった、1点ゲット、ナイスゴール、真ん中です。さあちょっと苦しいビルシーム、まずは1点ずつ返したい。さあ押し上げたいぞビブナシーム、前から来るんでうまくボールを握ります。さあサポートが欲しい、サポートが欲しい、しかしこれは体を預けながらうまく塗ったかな、しかしこれはビブナシーム回収、さあしかしこぼれがあります、うまく前見て、いけてみようか、大丈夫大丈夫、オッケー大丈夫、オッケー、よいしょ、あいや狙ってます、ナイスカット、さあ取って溜めてシュートが決まった。さあオレンジチーム隙をつきます、キーパー次の番号しましょう、キーパー次の番号しますよ、キーパー順番大丈夫かな、オレンジ OK、 ボール見ましたから行きましょう、残りは1分半です、残りは1分半、さあ一矢報いたいビブナシチーム、1点を返しに行きたい、後ろから左間縫ってうまく止める、さあこれサポートが欲しい、囲まれる格好、後ろへ預けます、さあ膨らみ作り、左が短いか、ナイスゴール狙ってます、オレンジチーム真ん中でいきましょう、ビューシボール、ボール真ん中くださいアザス、いきますよ、さあ残りは1分です。さあまずは仕掛けます、ビューシ、しかしこれはカットしたボールを引き取ってうまく間抜いたいが入った、さあ前向いてずらして左に送る、左からさあ連動したい、送ってこれは流れるか、欲しい、残り30ちょい、後ろからオレンジです、左へ展開、一つ持ち出しをして真ん中つけた、右に入ります、これは右に入る、さあ取って中央入れる、フォアに待ってシュート決まった、ナイスゴール、ナイスゴール、真ん中にしましょう、いきますよ、残り30切ってます、さあなんとか1点を返したいビブナシーム、押し上げていきたいところ、しかし、ね、動きが速いオレンジチーム、前からすぐ来ます、さあかわして深い位置に持っていきたい、
左が広げます。ナイスカット。これはつっついて地を経由、さ取って溜めて間入りますがボールをキープ、キープしたボール右へ展開、右から前に運びたいがまだプレッシャーが来ます。さあ受け取って前へ向きたいが、さあ狙われてる、うまく逃げたい、ビブナシーム残り時間あとわずか。さあカットしたのオレンジ、さあ取って溜めて地を使うが、これはビヨシ回収、さあ押し上げたいがすぐにディフェンダーが来ます。さあうまく抜けて右に展開、さあサポートしたいとビブナシチーム、うまく広げた、左広げる、さあ取って縦使う、縦からフリックしますがこれはキーパー対応。ラストワンプレイいきましょう。ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、間これはカット。さあ行きましょう、後半戦ガチの1試合目です。後ろからビブナシ持って、さあまずはサポートがちょっと欲しいか、右サイドのスペースを送ります。うまく止まらず、トラップしたボール動かしてシュート、ナイスタッチキーパー、うまくシュートコース作って打ってきましたが、キーパーなんとか弾いてコーナーへ逃れます。さあコーナーからまずは先制点狙いに行きたいと中央入りますが、これはしっかりとブロック、ブロックしたボール黄色は回収をして右サイド引きつけながら左へ展開、さあ入ってぞ、スペースがあるぞ、いやーシュートは狙いすぎたか、惜しい。さあまずは両チーム1本ずつシュートを打っていきます。これをものにしていきたいところ。さあ左から右へ展開、さあ持ったボール間狙うが、これはうまく体を当てました。後ろから黄色止めます、展開して左サイド、さあ前一つ持ち出しをして、さあ引きつけながら足元気をつけて、ね、一旦後ろに戻します。さあ引き続き足の出しすぎ等々気をつけて怪我がないよう行きましょう。大丈夫踏んだね、 OK 大丈夫 OK、 俺黄色から行きましょう。はい、黄色から再開、右サイド送ります、うまく落として後ろです。さあ押し込みたいと黄色チーム、しかしこれビヨシ引っ掛けた、さあカウンター行きたいビブナシーム、動きを見ながらループで狙うがちょっと出て欲しい。これはキーパーの位置見て打ちましたがちょっとずれます、惜しい惜しい。さあ黄色長いボールです、どうだ、これは流れます。1分半が経過、右サイド一つフェイント降りて左サイドへ、さあ押し上げたい、まずは真ん中降りてきたと使う、受け取って縦送るがちょっと上がって欲しい、キーパーフォロー左へ、ちょっと短いか、ナイスタッチ、うまく反転、引きつけて左へ前持ってきて、ナイスブロック、うまく取った、取って溜めてドリブルで引きつけながら、引きつけながら左から折り返して、どうぞ折り返して、やっと決まった、オッケー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 決まった、うまく押し込みました、1点ゲット。キーパー次の番号しましょう、両チームキーパー次の番号します。ボール黄色からいきますよ、ボール黄色からいきましょう、あざす。さあまずは1点ゲット、ビブナシチームです。後ろから持って右サイド、ダー入れて地を受けます、引きつけて間左から折り返したいがブロック引っかかった、さあうまく逃げたいぞ、タッチをして黄色ボール、さあ押し込みたい黄色、まだ1点返したい、間どうぞ入ってシュート、ブロック、これはブロック引っかかる、惜しい。コブレがまだ続いてます、左へ展開、受け取る、さあ一枚寄ってきますんでずらしたい、シュート送った、フリックしてどうぞシュート、いやー決まった、ナイスゴール、ゴール前顔を出しまして、うまくもらって反転シュート決まります、これで1対1打点。さあこれで1対1打点です。ビブナシボールから再開、左へ間かな、いや一旦内を当てます、後ろから引き取って引きつけながら左へ、右へ展開、さあ前はどうかな、ないかな、一旦持ちます、さあサポートしたい、顔を出したい、右へ展開、さあスペースがあるかな、一つ引きつけてちょっと止める、止めたボールさあ晒して左入った、折り返しシュート、ナイスキーパータッチ、さあもう一回これもタッチ、ナイスキーパー、ナイスキーパー、さあ書き出したのは黄色チーム右サイドです、さあ溜めて左へ送る、触れるかな、触って、いやーナイスキーパー溜めた、これはまた閉じます、ナイスキーパー、さあタッチしたのは黄色、入れ替わって右から中央から溜めてずらしてシュートはどうだ、いやーキーパーだよ、回収します、右足に引きつけます、右サイド、左はちょっとずれるか、惜しい。さあサイドから受け取って間、これはブロックをして抜けたのは微妙し、左はちょっと短いか、これはカットします、ナイスサイド。さあもう一点通りに行きたいぞ、両チームビブナシが、ビブナシが受けて左から折り返しはどうかな、さあコース探しながらないんで一旦後ろへ預けます、これから動き直しをしたい、取って左へ、さあ引きつけながら縦入れる、縦から中に折り返しを狙いたいがちょっと出せないんで、もう一回やり直し、送ってダイレクトを受ける、受けたボール前へ向いてずらしてシュートは打てない、ブロックがしっかりとついてます、送ったボールはちょっと打てほしい、ループでうまく裏を狙いました、惜しい。キーパーから再開、右サイド縦は収まる、さあうまく連動したいぞ黄色チーム、
縦送る、折り返しはどうだ、中央入る、入ってシュート、いやーキーパータッチ、ナイスキーパー。さあすぐ戻ります、黄色チーム。しかしこれ美容師がカバー、右へ展開、縦走らせる、これ収まる、レンジ残ってるよ。さあ取って折り返し、中入ってシュート、キーパータッチ、残ってる残ってる残ってる、まだ残ってる。さあブロックして縦送る、これも黄色カバー、しかしコブラが入る、レシーブ、さあ溜めてずらしてシュートは打てない、シュート、いやー決まったー、ナイスゴール点ゲット。キーパーチェンジいきましょう、キーパーチェンジいきます、両チーム、両チームキーパーチェンジいきましょう、真ん中にいますよ、いきますよ。これはうまく引きつけて、ビブなしチームが追加点2対1。さあ押し上げたい黄色です、あ、いや入る、ポスト抜ける。さあ一つ溜めて後ろを使う、これはキーパー経由です、キーパーがフォローします。左はちょっと大きいか、うまく止める、右へ展開。さあ縦入れて前へ抜けたい、送ったボールが中央入った、折り、いやーっとボールに乗った、惜しい、もう一回やり直し。さあつっついたボールはビブなし、かき出したいがどうかな、これうまく浮き球で頭乗りますが、なんとか引き取って右サイド、ディフェンダーが来るんで前裏回りで抜くかな。さあこれうまく入った、入れ替わり、止めて。さあしかしも体を当てながらサポートしたいが、黄色が吐き出しました、ナイス対応、取ったのは黄色。さあ溜めてうまくここから逃れたい、血を当てる、しかしこぼれが、いやーポスト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 、さあもう一回押し込みたいぞ、さあコースを開かない、コースを開かない、さあなんとか守りたい、黄色チーム送ってシュートブロック、ナイスブロック。残り時間あとわずか、セットしてシュート、いやーずれて、欲しい、大丈夫大丈夫、足元オッケー。さあ残り時間あとわずか、左から黄色押し上げたいぞ、1点返したい、間使う、スペースがあるかな、寄ってきた、タッチして左、左からフォア狙うがちょっとずれてほしい。さあ残り時間はとわずか、左へ引きつけて間、これは流れるか、欲しい。ラストワンプレイいきましょう、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ。さあ1点返しに行きたい黄色チームですが、これはブロックしてビブシー縦へ使う、うまく前向いてずらして上がりもありますが、送ったボール左、いやーナイスタッチ、キーパー足元気をつけて、これはキーパーキャッチ。さあキーパーからカウンター狙いたい、いやー抜けた抜けた、これは決めるだけ、オッケー、ナイスゴール。あさあ後半ガチの2試合目です、いきましょう。まずは縦当てます、戻して後ろ、右へ展開、シュートを経由してワンツーで抜けるかな、受け取って、さあ右サイド折り返しをフリックします、これはシュートだけ、フリックを選択これは届かずにビームなしから再開、長いボール、ナイスカット、受け取って溜めます、右を使う、フリックしたボールはこれはカット。さあ押し上げたいビューシーム、ディフェンサー2枚うまく対応したい、さあ溜めて溜めて、あ、入った、シュート飛び込みます、1点ゲット、ナイスゴール。これはうまく間縫ってパスを送って飛び込んで1点ゲット、ナイスゴール。さあまずはビブナシーム1点先制、黄色ボールで再開です、預けます、展開して左縦預ける、受け取ったボールさあ背負ってるんで預けます、後ろ、さあフォア狙うかな、一旦右に広げて前へ持ってきます、抜けてダイレがちょっとずれた、取ったらミナシーム、さあ溜めて前運びたいが落ち着かせ、大丈夫、足元、オッケー、うまく黄色に入った、折り返し、シュート決まったー、ナイスゴール、うまく前から引っ掛けて1点すぐ返します、1対1の点。さあすぐさま同点、追いつきます、1対1。後ろからビブなし、右に預けます、狙ってるんでうまく預けたい、さあ引きつけながら逃げます、これうまく黄色回収、ずらして右サイド来るんで後ろに戻します、左へ展開、ダイレが繋がらない、抜けた、さあ取ってプレッシャー来ますが預けてシュート決まった、ナイスゴール点ゲット。さあこのゲームは点の取り合いか、真ん中にましょう、2対1。さあすぐさま勝ち越します、ビブナチーム2対1、スルーをしますがこれはカバー、ビブナシが取って血を当てる、当てたボール探します、まずは後ろに、間使う、受け取って前へ送りたいビブナシームですが、これは狙ってるんですぐ後ろに預けます、預けたボールダイレが光った、取ったの黄色、さあ溜めて持ち出して持ち出してずらして送りたいがないか、これはナイスカバー、これはしっかりとブロックです、血を当てますが短い、さあうまく入れ替わって黄色、これは抜けない、取ったら三好、さあ押し上げたいと三好チーム左を使う、狙ってますがこれはカットします、このタイミングでキーパー次の番号しましょう、両チームキーパー次の番号します。
大丈夫かな、 OK。 さあ後ろから右へ、左へもらいます。縦当てる。さあうまくヒールで前向いて一旦後ろに落とします。落としても右かな、いやこれはちょっとないんでサポートが欲しいか。右サイドを送ります。ニュースが1枚寄ってくる。うまく中央を使ってヒールでワンツーがちょっと大きいか、惜しい。ナイスランニング、しっかりと追っていきます。ミヤチーム黄色から再開。3分経過。これはカバーをしビブなし縦を送って入った、シュート、いやーキーバーだよ、ナイスキーバー。さあもう一回引き取ってシュート狙いに行きたいが、つっついた、いやビブなしがまだ回収。さあ取ってうまくシュートコース開けに行きたいが、これはキーバーまで流れて、キーバーキャッチ、キーバーから押し上げたい右サイド。まずは低い位置からヌラを狙うが、これはマイナスか、惜しい。さあ後ろからビブなし、左がちょっとずれますがしっかりと引き取ります。さあ来るのでうまくボール引きつけながら、抜けない、抜けなかった、取ったら黄色。さあ縦勝負仕掛けて折り返しますがポスト当たる、キーパーがなんとかキャッチ。右へちょっとずれた、大丈夫、ナイスブロック。右サイド送る、送ったボール折り返ししよう、カットシュート決められない、もう一回サポートがあると、いやー決まった、冷静。これはこぼれ球、サポートしっかりと狙っていました、ナイスゴール、3対1。お願いします。さあこれで点差が開きました、3対1。返しに行きたい黄色です。中央から持って近いところ使います。前に抜けるかな、ちょっとサポートが欲しいか、シュートちょっと浮いて、欲しい。キーパーから再開、左へ近いところ戻して左、ディフェンスが寄ってくる、うまく間使います。ワンツーで抜ける左、左から縦を送りたいが、これ引き取ってうまく前向いてうまく縦を送りますが、これは黄色カバー、しかしこぼれがビビナシに入ります。カットしてボールはビビナシに入る、右に送る、さあずらして中央を送る、シュートはずれる、欲しい。キーパー次の番号、先にキーパー次の番号しましょう、先にキーパー次の番号しますよ。ビビナシ OK かな、あごめん、ビビナシが行ったら行こうか、キーパー行ったら行こうか、 OK 行きますよ。残り1分半ちょい、3対1、ナイスカット、うまく引き取って縦はブロック、送ります左。さあ1点返したいと、清チームうまく止めてシュートは流れ欲しい。タッチがあってコーナーから行きましょう。さあ押し込みたいと、清チームうまく右で受け取って、さあサポートを使いたい、後ろ後ろから展開もあります。さあしかしこれは間を狙っていく、選択したボールはカットして取ったのは黄色、さあ溜めてシュートは出て欲しい、これは流れます、欲しい。残り1分ちょい、間使います、うまく受け取って前向きます、これはスペースがある。さあ引きつけながら、引きつけながら間抜いた、縫ったボール、さあポストで受けて左、左から折り返してしよう、これが飛び込みますが決められない、決められなかった。さあカウンター行きたい、キロチームちょっと足に入るかな、なんとかビブなしが残した、回収します、短いかな、なんとか抜けた、抜けた、抜けた、抜けたが流れる、欲しい。折り返しまではできると欲しい。残り30弱、左からビブなし、縦抜ける、入るぞ、入った、さあ折り返しはどうか、いやシュートかな、いや折り返してシュート、いやー決まらない、決まらなかった、これがサイドネット狙いすぎた。キーパーから再開、黄色。さあ命拾い、黄色チーム1点返しに行きたいぞ、後ろから左へ、残り時間あとわずか、食べます、右へ送る。さあちょっとサポートがないので持ちます、後ろ預ける、狙ってくるんでもう一回預けて、ないんでキーパー預けます。長いボール選択、これポストで受けて左はカット、回収したのはミヤシーム、中央ナイスカット、さあ取って、やった足が入った、大丈夫、さあ取ってミヤシーム持ちます、後ろ間縫う、しかしこれは黄色カバー。さあ残り時間あとわずか、さあ取って、これノーファル、うまくつついたボール、さあ取ってミヤシーム、ためますちょっとまたぐ、左から、さあ前向いてずらしてフォアを送る、折り返しはどうか、これ黄色回収。さあ押し上げたい、黄色チーム間に向かう、うまくポストで受ける、受け取って左を走らせる、追いつく、追いついたボール、さあ折り返せようか、折り返し中央、いやーシュートが走られた。ラストワンプレイいきましょう、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、ラストワンプレイいきましょう、ラストワンプレイ、中央使い、ラストワンプレイ、ちょっと左へ、さあ動きを見ます、中ハットイン、送ったボールはフォア入った、シュート、いやー決まったー、ナイスゴール。さあ行きましょう、後半ガチの3試合目です。まずは左から中央を使います、落として後ろへ、さあ展開したい、縦はどうかな、これは流れます、
さあキロはまだ中央を使って一つ止める、止めたボール展開した左サイド入った。さあずらしてシュートコースをうまく上げたいとカットインしますか。シュートは打てない、いや抜けたかな、これはカットしました、ナイスカット。さあコーナーへ逃れて黄色チームのコーナーからのボールです。さあここからフォア狙いますがタッチ、しかしこぼれがあるぞ。さあうまく引き取ってずらしたいが、これはブロックボールに行ってる、大丈夫。さあ取ったら宮下チーム、さあ溜めてずらす、ボールがちょっと乗るかな。さあうまく引き取ってもう一回やりなし、長いボールです、入るかな、ちょっと長いか欲しい、うまく裏を狙いました。キーパーから再開、探して真ん中にしました、引き取って左、これで前を向きたい、取ってこれ引っかかった、ビューシーム、さあすぐプレッシャーが来るんで預けます、左左から前へ抜けて、さあクロスを送りたいがうまく抜けたが、シュートを仕掛けてほしい。中割りは1分、失礼、1分が経過、左へナイスカット、止めて中央から引きつけます、うまくかわしにかかります、左スイッ、これ味方味方味方に引っかかる、しかしなんとかスイッチしました、スイッチしきったさて、いやー際どいが欲しい。さあ左からここからカウンターに行きたいぞ、右サイド入る、入ってボール一つずらす、ずらす、中央カットインして送ったボールはなんとか回収、ビアチーム止めます、長いボール、ナイスブロック、こぼれが入るかな、いやビアチームが回収、さあうまく落として後ろ後ろから、さあ連動して押し上げを図りたい、中央ポストで当てる、当てたボール一つ止めて溜めて、さあ右に送る、スペースに入った、折り返してナイスブロック、キーパー、さあ折り返したいぞ、ビアチームヒールで送ったボールがなんとか逃げる、危ない、ナイスゴールカバー。さあ取ったのはこれは流れでビアチームに入ります、後ろから持ち出しをして溜めて右サイド一つ止める、動きを見ます、ナイスカット、キーパー次の番号しましょう、先にキーパー次の番号します、サイドからいきますよ、オッケー、いいかな、2分経過、後ろ狙ってるぞ、うまく逃げたい、タッチしたボールはキロ回収、左へ展開、さあ押し上げたい、ここから押し込みたい、ちょっとボールが浮いた、中央預ける、預けたボール、シュートはどうだ、キーパー正面惜しい、なんとか逃げました、ビヨシ受け取って前に勝負仕掛ける、しかしこれは体を当てました、ナイス対応、しかしなんとかつっついてビビアシがボールを取る、取ったボール左左から中央中央から、さあずらしシュートはブロック、ナイスブロック、残ってない、残らない、惜しい、サイドから見ましょう、サイドからビビアシボール、後ろから取ってシュートはそういった、だいぶさあうまくカバーしたの、ヒロうまく当てました、ナイス対応、ボール黄色からいきます、さあ前から来てるんで裏に押し込みたい、黄色チーム長いボールですがこれはちょっと大きいか欲しい、3分経過、残り3分、持ちます、間使います、受け取って右はブロック、さあしかしこぼれを回収、ビブなしチーム浮き球で裏狙う、うまい、しかしちょっと惜しいか、これはキーパーが出てきました、ナイス対応、左からドリブル運びます、左に預ける、預けたボールサポートもう一回したい、しかしこれビヨシが回収、取ったボール中央でヒープをしながら引きつけながら引きつけながらうまくかわしたいがディエンダーが引っかかる、さあ取ったのはビブナシーム、まだボールをキープ、前は抜けない、黄色がうまいブロックで対応、さあ取って溜めてちょんと触って中央、中央から後ろもフォローがあるがうまく入った、さあシュート、いやー決まった、ナイスゴール、グータッチありがとうございます、ナイスゴール、これは引きつけてうまいボールを送りました、真ん中でビヨシいきますよ、さあここで1点ゲット、黄色チームです、左から返しに行きたいのはビブナシです、溜めます、前は抜けない、ビブナシが返しをして後ろ後ろから縦当てる、当てたボールさあ溜めて右やつブロック、さあ取ったのはビブナシチーム、さあ溜めて左から縦送る、送ったボール抜きにかかって、さあ折り返したどうだ、これうまく当てました、キーパー次の番号しましょう、先にキーパー次の番号します、ホイッスルでいきますよ、ホイッスルでいいかな、いきますよ、さあコーナーから再開、これはフォアは届かない、惜しい、こっち逆光だ、サイドから黄色チーム預けます、裏かな、いや一旦持ちます、寄ってくるんでまた抜きますがちょっと大きい、これは大きい、さあ返しに行きたいビブナシチームです、キーパー使ってサポートしたいと、うむ顔を出したい、左サイド受け取って一つドリブルで運びながらたどきますが、これはブロックにあって黄色回収か、いやこれはブロックをしてサイドからタッチしたのか、ビブナシチームにも、ね、ボールがなります、溜めます、左サイド送る、さあシュートかな、いやチューニング入った、さあ溜めてずらして狙いたい狙いたい狙いたいがブロック引っかかる、さあしかしこれはカバーしてビブナシチーム狙ってるぞ、うまく逃げたい、これは流れます、サイドからビブナシチームいきましょう、
残り30ちょい。サイドからビビナシボール、1点リードの黄色チーム。短いぞ短いぞ、これは書き出します。なんとか対応、危ない危ない。ボールビビナシ、さあここから押し上げたいビブナシチームです。真ん中使います。受け取って左へ預ける。さあ前に抜けたい。さあうまく抜いて溜めて中央から、これはカット、こぼれ球、シュートはキーパー正面、惜しい。長いボールです。さるかな、さて、いやーナイスキーパー対応。さあ書き出し、多分残ってるランジャー、勝ってる、取って後ろ真ん中使う、ま、いやーずれたずれたボール、ビブナシがスイッチをしてうまく止める、止めたボール3点をして探して左、左から前へ抜けたが、ちょっとボールの足が入るかな。さあ取ったのはどうかな、黄色に前に入るかな。いやーナイスカッチ、よく戻った、間ブロック。さあ溜めてずらして右、ナイスカット、よく足が出ます。さあ足元だけ気をつけてね、足元だけ気をつけて、取ったらビブナシチーム右サイド受け取って、前勝負仕掛けたい、右に入る。さあ引きつけながらちょっとボールが足に入ります。さあうまく突っつきますが、これは流れて黄色カバー、声かけて後ろ、後ろからダイレが引っかかった。さあ中盤のボールの取り合い、うまく制してシュートを狙いたい、入ってシュート、いやー決まったー、ナイスゴール、これで1対0点。真ん中でいきましょう、ラストアンプレー、ラストアンプレー真ん中でいきますよ。さあラストワンプレー、黄色ボールからいきましょう。さあラストワンプレー、決着つけて終わりたい、両チーム1点が欲しい。ラストワンプレー、間ブロック、これが黄色に入ります。受け取ってこれが流れました。本日も小猿のボニータにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは MP の発表をしていきます。今日はエンジョイの1試合目でゴールカバー見事に決めて、コーナーからも見事な得点をして盛り上げてくれたあなたにしようかなと思います。おめでとうございます。何か一言、何か一言できますか。 Thank you. Thank you. ありがとうございます。